さあ続いて清原さん、先に行きましょうか。はい、わかりました。こちらです。お、日弁連死刑廃止宣言。日本弁護士連合会は7日、福井市で開催した人権擁護大会で、2020年までに死刑制度の廃止を目指し、終身刑の導入を検討するとの宣言を採択しました。日弁連が死刑廃止を掲げるのは今回が初めてのことです。宣言は、被害者遺族の厳しい感情は自然で、被害者支援は社会全体の債務とした上で、刑罰は犯罪への報いにとどまらず、再犯防止につながるものでなければならないと指摘。さらに事件に至る背景にも目を向け、罪を犯した人の社会復帰と人間性の回復を後押しする制度の導入が社会全体につながるとしました。まあ、日弁連にも言い分はあります。一方でやっぱり番組に出ている弁護士さんの中にも、いやこれはいかがなものかという意見も聞こえてきました。昨日もなんか番組で、そうです、ニュースとして取り上げました。でもやっぱりその結果も7割以上の方がまあ存続するのはやむを得ないと。視聴者の皆さんにアンケートで伺ったら、死刑制度は必要かなという方の方が多かったですね。7割ぐらい。存続か廃止か、堀さんどう思われます？そう難しいですね。でも僕はやっぱり今の日本の枠組みの中で言うと、僕が被害者の立場になって家族を失ったら、そこにしかやっぱりもうよりどころがないんですよね。死刑は認められてませんし、当然で海外と違ってその現場で何か犯罪が起きたら警察官撃ったりとか、日本はまあしないで各容疑者確保でしょ。そうなってきたらやっぱりそうですね。だけど例えば死刑判決確定した、その後再審で無罪になったこういう冤罪事件は過去に4件あって、まあ、最近では袴田事件というまた1件ね、再審になんだろうと言われてるわけですけども、そっちの立場になるとなんとか待ってくれって気にはなる。本当に無罪の人が死刑執行されてしまったら取り返しつかないという、この問題も大きいわけですよね。でもそれって捜査能力とか、その他の検証の仕組みを補強することによって冤罪を減らすことはやっぱりできる。そう、そこは重要なポイントだと思うので、また後で触れますけども、じゃあなぜ今日弁連ね、今なぜこの段階で死刑廃止の宣言なのか、これは実は理由があるんですね。実はですね、司法界にとっては2020年問題があるんですよ。海外のまあオリンピックの年やってくる日本に。そうじゃないんです。実はね、国連の方で通称コングレスと呼んでいる、まあ刑事司法の分野での最大の会議が2020年日本で開催されるんですね。日本で開催されるんですよ。まあ5年ごとの開催なんですが、まあ2020年開催が日本で決まった。このコングレスという会議というのは、死刑廃止を勧告している、そういうまあ経緯のあるものであって、それを日本で開催するということは、開催国として死刑が存続しているというのはどうも肩身の狭い思いがあって、そこで日弁連は残り4年がある。この4年の間でなんとか廃止という道筋をつけて、少しでも肩身の狭い思いをしないようにしようという、なんかそういう思惑があるんじゃないかなという。これはね、明確に僕も実を言うと日弁連主催で死刑制度廃止について考えるシンポジウムに行ったんです。で、日弁連の方と、あとオウムのね、地下鉄サリンの被害に遭われた遺族の方と、そして学者の方と皆さんいらっしゃる中で、なんで2020なんですかと、もう4年、いやそれはやっぱグローバルスタンダードっていうのを打ち出せないと恥ずかしいって。そうですね。でもね、まず私の弁護士、私も国際弁護士だから海外行くんだけども、例えばね、私がよく言っているカンボジアは憲法で死刑を廃止すると言ってるんですね。となるとね、私がカンボジアにいた時にカンボジアの方がこう言われるんです。カンボジアは死刑が廃止してるんですけど、日本は死刑が合うと聞きましたよっていうふうに言われた時に、私ね、なんとなくちょっと肩身の狭い思いをしちゃうんですね、どうしてもね。で、だけどタバコ吸ってる人に禁煙を勧められているのに、なんであとやめないんですかって思ったのは、じゃあ2020年日本は死刑廃止した、あるいはその道筋があるということで世界にアピールするべきなのかどうなのか。今日弁連が言ってるのは、冤罪があるじゃないか、冤罪の人までも死刑執行したら取り返しつかないでしょうというのが最大の根拠なんだと言ってるけども、でも私はそれはちょっと立ち止まって考えるべきだと思うんですね。で、私の今日提言したいことはこれなんですね。はい。冤罪がなくなったと誇れる日本へ。やっぱりそうだよね。つまり2020年ね、冤罪がある、その危険性があるから死刑を廃止したんだなんていうことを言うよりは、死刑はまだ残ってるけれども、でも日本は冤罪をなくす、もうなくなったんだと、そう誇って会議に臨めば全然恥ずかしくないわけだし、むしろこの方がいい方向じゃないかと思うんですよね。だから今先ほど堀さんがおっしゃったように、とにかく冤罪はどんな事件でもね、どんな事件でもあっちゃいけない、だからそれをなくす捜査方法を今日本は一生懸命やってますよ。刑事裁判でも冤罪は絶対やっちゃいけないということで慎重やってますよという、この世界に先駆けてやってることを見つけ出してね、実際やって、それを2020年の会議で堂々とね発表すればいいと私は思うんですよね。日弁連の方はだから実を言うと、こういう議論が起こることを喚起したいっていうふうに言っておられましたけども、例えば僕はヒロさんの提言に同意しますですよね。宗教も関係しますよね。やっぱりそうそう、アジアの国々はまだ死刑が多いというのもやっぱり宗教的な背景あると思うんですよね。だから海外がそうだから日本もっていう単純な話じゃないですよね。日本は日本でやっぱり積み重ねてきたものがあるわけだし、さあということで、ツイッターもねたくさん来てますよね。それこそ国民投票やろうやっていうね、確かにありがとうございました。